学で元気にをテーマに活動しています。今日は声援ガールとして全員金沢を応援しにやってきました。声援金沢が4連勝目を飾れるようにみんなで一緒に応援していきましょう。まずは1曲披露いたします。まーにゃんお願いします。はい、最初の曲は Today という曲なんですけど、はい、皆さんとやりたい振り付けがあるので、うん、右手を上げて私たちについてきてください。はい、右手お願いします。はい、いきますよ。せーの。 Sunday, Monday, Sunday, Thursday, Friday, Saturday, Monday, よいしょよいしょよいしょ、ゲル。 Sunday, Monday, Sunday, Thursday, Friday, Saturday, むちゃをして、その調子です。それでは聴いてください。 Today Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, 笑顔で乗り越えてゆける。 Yeah! 皆さん盛り上がっていきましょう。手拍子お願いします。いつも探してた、いつも探してた夢までもっと近づけるような方法をずっと、でもいつの間にかいい加減な理由付け。 We are set、 一人拗ねて逃げ道求めてた。死ぬのが怖くて気にしないで、いつまでも見えるフリー。 Don't be so out of me、 それなのにこんな僕に変わらぬ優しさとともに厳しさを与えてくれるともに。いくよ。 Thank you! Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, 笑顔で乗り越えてゆける。 Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, 無駄をしてください。まずはリンタン。デミデミデミ。
北陸アイドル部の小悪魔ガール、高校2年生16歳の三井凛花です。私のことはリンタンって呼ぶのだ。せーの、リンタン。ありがとうございます。最近あの雨の日とかもすごい続いてたんですけど、今日はやっぱりもう試合の日にぴったりな天気がなりました。もうすぐキックオフなので皆さんで応援しましょう。よろしくお願いします。はい、あなたの心にロックオン。北陸アイドル部の最年少、中学1年生12歳の渋谷さゆきです。さゆさゆって呼んでください。せーの、さゆさゆ。ありがとうございます。今気温が結構涼しいということで、皆さん私たちのことを心地よく見てください。よろしくお願いします。イエーイ。はい、北陸アイドル部のクリスタルボイス、せいちゃんこと奥村聖香です。せいちゃんって呼んでください。せーの、せいちゃん。はい、ありがとうございます。今日はですね、かぐやさんプレゼンツスペシャルマッチということで、あのハーフタイムショーにボールが投げ込まれて、それをキャッチして、あのあちらに持っていくと、かぐやさんに関する持ち替え製品がもらえるので、皆さんぜひゲットしてください。私は先日あやの風さんというところに泊まったんですけど、本当に最高だったので、皆さんもぜひ行ってください。よろしくお願いします。3年生14歳の天然ふわふわガール、まおにゃんこと山崎真央です。私がせーのって言ったら、にゃんにゃんってやってください。せーの、にゃんにゃん。ありがとうございます。よろしくお願いします。イエーイ。はい、福井から来た高校3年生の甘やかなって言うんやけど、せーのって言ったらみんなでガオって言ってほしいんやけど、いいか。いいよ。せーの、ガオ。ありがとうの。今日もチカップ頑張るぞ。応援よろしくの。イエーイ。はい、みんなの妹、岩倉さやかです。漢字は彩る花と書きます。せーの、あやかじゃないよ、さやかだよ。ありがとうございます。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ハロハロハロ、後ろも見てるよ。一人やってくれたね、ありがとう。また、よかったですね。はい、北陸アイドル部ガブシャラカンドコモン。せーの、みやむ。みやむこと宮村ゆうきです。バスケットは得意じゃなかったです。よろしくお願いします。はい、みんなの心にぼんぼりの光を灯したい、北陸アイドル部の学力系アイドル、竹ひなこと竹中ひなです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、大学2年生19歳の辰巳みくるです。今日は8月31日ラスト、8月最後の日なので、はい、絶対水源金沢勝利して夏の大きな思い出を持って帰りましょう。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ハスキーボイスのオタク、こうきむらゆいです。私のことはゆいぴって呼んでください。せーの、ゆいぴ。ありがとうございます。よろしくお願いします。イエーイ。はい、制限ガールのラッキーセブンガール、中学2年生新井奈々です。私は皆さんに幸せを届けたいので、私がラッキーって言ったら7って叫んでほしいです。ラッキー。大きな声で言ってくれてありがとうございます。皆さん1曲目で気づいてくれましたか。じゃあ、こちらのタオル、さっき紹介したんですけど、北国銀行の北国銀行のオリジナル、北国銀行プレゼンツ、はい、オリジナルタオルマフラーです。はい、で次の曲でもこのタオルを使ってみんなと盛り上がっていきたいです。はい、よろしくお願いします。イエーイ。みんなで歌ってください。はい、ある日、ある日、森の中、森の中、アチャスに、アチャスに出会った出会った。はい、おとりマイペース、アチャスこと山本彩です。よろしくお願いします。イエーイ。北陸アイドル部総勢17名で活動しているんですけど、今日はこの12名でパフォーマンスさせていただきます。押し目見つけてガンガン押してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では
次の曲はさゆさゆお願いします。はい、皆さん次の曲はチェーゲンのテーマです。イエーイ。サビのところとかでこの皆さんお手持ちのタオルでこう振って盛り上がっていきましょう。そしてじゃんけんのところがあって勝った人は前で歌うのでそこに注目してください。いくぞ。あー、チェーゲンのテーマ。チェーゲンガンガン行こうぜ。チェーゲン輝く J の舞台。おー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 、せーの。太陽と追い風を受けて憧れる場所を目指そう。まっすぐな進路、旗をなびかせて、いつでも恐れないで振り向け。みんなで応援していきましょう。はい、以上北陸アイドル部でした。ありがとうございました。ありがとうございました。Love.
いや、キックオフまで、はい、30分切りましたね。おお、来ましたね。もう日もね、はい、沈むのが早くなって、はい、まあ、スタジアムの中はもう明るいんですけど、そうですね、はい、はい、現在須貝県金沢は勝ち点46-8。すごいすごい、素晴らしい、はい、対する鹿児島ユナイテッドは、勝ち点27の順位が20位ということで、うん、なるほど、まあ、次金沢は、まあ、今日また勝ち点3取れば、うん、あのプレーオフ圏内までの勝ち点差が今2ポイント差なので、うん、あの他のチーム次第ではプレーオフ圏内に食い込める状況なので、皆さん熱い応援を、はい、届けて勝ち点差もぎ取れるように頑張りましょう。頑張りましょう。本日こちらのイベント MC を務めました諸江と北陸アイドル部がむしゃら監督課の宮向こと宮村優希でした。ありがとうございました。